かの方に行ってみましょう。何か忘れ物はないかな。鶴橋作っていく、石でもいいから。それか効率が悪いから、ちょっと待って。置いていくもの置いていくね。はい、では行ってみましょう。いざ地下洞窟へ行きます。あさあ、ちょっとね、僕の好きな配置がありまして、こうしよう。はい、それでこの間気づいたんだけど、ここすっごいたくさんコウモリがいたところ、こっから上が見えたところは多分ここだと思うんだ。ほら、ちょっと広くなってたところだから、ここから行くと近道なので、ここから下に降りる階段を作っておこうかなと思います。こうかな。はい、階段を作って OK。 でこの下もまだ行っていないので、あ、ここに鉄があった、やったー。はい、あ、そっか、なるほど、アップデートされたから初めて鉄を取ったみたいになってるから、今ね解禁と出ましたけども、はい、ここは行き止まりだね。 OK。 で行ってないこっち側、レベルが上がりましたね。下のね、この緑のラインが経験値ですね。さあ、この奥、まだ未知の空間へと向かっていますが、何かありますでしょうか。とりあえずまた石炭を集めました。まだあるね。あ、まだこの奥にもあるね。もう結構たくさんね、石炭取れたんだけど、鉄の方がね、まだ、あ、ここにもあるね。もうそろそろちょっともういいかなって感じだね。一応取っていくけど、鉄が欲しいです。あ、なに、危ない、危ない、死ぬ、どうしよう、最後の食料、あー、最後の羊肉を食べてしまった。さあ、体力ゲージも満タンじゃないので、ちょっともう何か危険があったらすぐに帰りたいと思います。あ、鉄があった、よかった。う、危ない、どうしよう、ちょっともう回復できないからね。鉄があったのに、せっかく、どうしようかな、安全に、安全に鉄を取りたい。よし、よし、来るかな。一応ここも閉めとこうかな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、怖いよー。
もうさ、回復するものがないからね。いやー、サバイバルだね。お、いっぱいあったよ。鉄が。これを取ったらもう一旦地上に帰りたいと思います。ここを開けると開いちゃうんだよな、多分。あ、開かなかった、よかった。 OK、 じゃあこれで僕はこっち側を掘って急いで帰りたいと思います。よし、帰るぞ帰るぞ帰るぞ。さあ、松明を左側にしながら。来た。なんだこの音。なんだ？聞こえた？ほら。何かいるよ。まあ、音の正体はね、後で必ず突き止めるとして、こっちだね。あの水があるところ。今は、ん？水の音かな？水の音だね、これは。今は、地上にまず帰って、食料を確保。あ、入り口だね。よし。さあ、ん？夜になってる。まずいぞ。ゾンビがいる可能性がある。ここは安全に。ああ、ゾンビの音がするよ。寝れるかな？すぐに。あ、いる！ゾンビがいる！スケルトンがいたら終わり。よしよしよし。あ、ゾンビに手に入れた。寝よう。寝よう。あ、危ない。ここもう囲った方がいいね。外、おーす、向こうに、向こうに歩いてたね今。あー、来たー来たー。あ、周りにいっぱいスケルトンが。うわー、危ない。どうしよう、燃えてるから。あー、あそこにいる、あそこにいる。まだいる。木の下のところに隠れてる。日の光で死んでくれないかな、早く。今戦うと死んでしまうから。どうしようどうしよう。ビンゴ、ビンゴもないし。あ、ゾンビ肉を食べよう。よしよし、ちょっとは回復できたね。で、畑の方に行って。あ、まだできてないか。骨粉、骨粉持ってるかな。骨ないね。その一個、ゾンビ肉を食べて。まだ、そっか、蜘蛛の糸もないから。あー、やばいやばい、どうしよう、どうしよう。やつはこっちには来れないから。鉄を、あ、焼肉があった、焼き羊肉があった、よかった。よし、これで戦いに挑めるよ。で、そうだな、この間にこうやって石を切って、もしかしたらリンゴが落ちてくれるかもしれないから。さあ、あれ、これ葉っぱが落ちないね。何の音。そろそろ戦いに挑もうか。そこにいるよ。隠れながら
危ない。よし、倒した。今、骨を手に入れたね。これで骨粉を作って、で、よし。で、よし。よし。あと4つか。これ?よし。とりあえず3つ、収穫して。変なことしちゃった。そこに種ができた。せっかく育ってたのに1個消えちゃったね。もう一回植えて、三つ。小麦ができたので、どうしようか。パンにしようか、羊を増やそうか。羊を増やそう。羊さんは、どこだい?いたいた。OK。羊を、子供が一人できたから、とりあえず一匹倒してしまう。 OK。 で、もっと種が欲しいので種をいっぱい、草を買って種を作っていこう。よいしょ。種ができた。で、羊肉を焼いていこう。あ、鉄もできたので、じゃあズボンをね、はい、レギンスできました。で、装備、はい、装備して、あ、やっと蓄えができたね。いらないものは入れていこう。またあ、土あるかな。土あった。この穴を埋めていこう。もうこんなところに穴ができた。足りるかな。足りなそうだね。足りないから丸石を入れよっか。そう、もうお家も囲まないといけないから、どうしよっか。丸石の家にするか、燃えないように。丸石の家にしようか、どうしよっか。とりあえず丸石がたくさんあるので、手っ取り早く丸石の家にしましょうか。じゃあ、ここを囲っていきます。ここを入り口にしようかな。ちゃんとしたね、お家も。作らないといけないんだけど、じゃあ急遽ね、安全対策のために家を作っていきましょう。ここも安全にしたいから、この入り口のところもね。そっか、ただここから来る可能性があるからね、下からね。長細い部屋だな。じゃあちょっとサクッと建設していきたいと思います。
も動画を面白いと思ってくださった方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。チャンネル登録していただけると僕の新作動画がすぐに見られます。ぜひよろしくお願いします。